それではいろいろ準備をしてきてね。ドラゴンボールを持っているギーニューたちの近くまで来たので、まあ、話を進めようかと思うんですけど、ちょっとその前にね、諸事情により誰かしら一人ドーピングさせておきたいんですよ。まあ、最長老を所定の位置に置いておいたので、まあ誰でも、まあ、適当にチャオズあたりをドーピングさせておいて進めます。まあ、この理由は後から説明するんですけどね。まあ、今のように近づくと勝手にイベントになって、カカロットが今更のほどのことがやってくるわけですね。今更何の用だと。で、まあ、漫画通り、ギニュー隊長とカカロットのサシの戦闘になるわけですね。で、まあ、この戦闘があれですね、オラ一人で片付けるのセリフの説得力がすごいな。500万以上戦闘力あるからな。で、まあ殺す気満々のカードがいっぱいあるんですけど、まあ真面目に戦闘するのは前回散々やったかなと思ってね、もうさっさと片付けちゃおうかなと思って、バグ必殺技カードで片付けたいと思います。でね、この戦闘イベントでね、カメハメハ撃てよ。うわー、すげーダメージになった。12万だって。あー、4万だって。あのね、どういうことか説明するとね、まあこの戦闘イベントでギニーの体力を減らすと、今みたいにこうやってボディチェンジ打ってきて自動的に戦闘終了になるんですよ。つまりね、ギニューのヒットポイントゼロにならないのね、この戦闘は。で、このゲーム今まで見てきた人わかると思うんですけど、あのとどめ刺した時の攻撃だけはダメージの量が表示されないじゃないですか。でもこのギニューはヒットポイントがゼロにならないので、まあ、このゲームをやり込んでる人間の中ではしばしばね、ダメージ測定器として使われるということなんですね。どんなに大きなダメージでも表示されるので。でもただでさえぶっ飛んだ戦闘力のカカロットがバグカードかつ、このバグカードを父のカードで必殺技にしたカードを使うと、あれほどのダメージを叩き出すことも可能だということですね。このバグカードに必殺技を使うってのがね、強すぎるんですよ。多分ね、ヤムチャごときでもね、ジース一発で倒せんじゃないかな。で、まあ適当にベジータあたりに弱いカード消費させといて、あ、バカ野郎、あの野郎、特大装機弾撃てよ。ほらね、死んじゃうからね。で、邪魔なジースを片付けたので、あとはね、この悟空の体のギニューを死なない程度に痛めつけたいんですよ。っていうのはね、まあ、このボディチェンジをまた使ってくる可能性があるんですけど、死なない程度に痛めつけると。それを利用してね、特殊な条件を満たすとギニューが仲間になったりするんですよ。それをやりたいんだよね。どうやれば死なない程度に痛めつけられるかな。バグカードは危険かな。ちょっと危険な匂いがするよな。ベジータ、いや、一回ぐらいなら大丈夫かな。ちょっともう一回ヤムチャさんに何とかしてもらおう。逃げる、じゃあ何回か使って、なんか今までにない現象起きてほしいな。面白いから。うわ、どんどん画面がバグってきて怖い。この辺で手を打っとくか。山下さん頑張って。死なない程度に痛めつけるんだぞ。え？テンデが殺されたー！あいつテンデが治療するところを見ていたんだ。ギニューは227のダメージを受けた。なんでだよ。
あ、でも今の結構いい感じのダメージ与えたんじゃない？お、いいね、いいね。強すぎだろ。まあ、ヤムチャが強いんじゃなくて、バグカードが強いんだけど。よし。あ、いい感じに痛めつけたな。ヒットポイントが半分以下になると使ってくる可能性があったはずだから、調子をピッコロカードで見て、あ、まだだな。このピッコロカードで覗き見たときに必殺技のカードを使ってくるときがあったらボディチェンジを使ってくる可能性が高いので、どうしようかな。死なない程度に痛めつけなきゃいけないからな。まあ、逃げるいっぱいやってカード弱くなってるし死ぬことはないでしょ。1のカードとか使っててもね。すげえな。おっしゃ、来た必殺技カード。多分まあ結構な確率でボディチェンジ使ってくると思う。ただね、この時気をつけなきゃいけないのが、あのギニューより戦闘力高いキャラ使わなきゃいけないんだよね。じゃないとボディチェンジ打ってこないんだよ。あのまあ当然ね、弱いやつとボディチェンジしてもギニューにしたって意味ないからね。だからドーピングしといたのよ。これでチャオズの戦闘力がいい感じに相手のギニューよりちょっとだけ強い感じだから、これをチャオズだけ戦闘に出せばおそらくチャオズにボディチェンジを打ってくるはず。来たぜ、当たれよ、弱いカード使ったんだから。バカ、おめえ何してんだよ、今避けるとこじゃねえんだよ。あんま空気読めねえやつだな、本当に。殺すなよ。よし。いや、もうどうすんだよ。おチャオズ、そんなに体ボロボロになったら、ボディチェンジ使ってくれなくなっちゃうよ。よし、来た来た来た。今度こそ頼むぜ。チャオズ。当たれよ、当たれよ、当たれよ、絶対当たれよ、お前。よーし、チェンジ。あー、こうなると結果的に良かったね。ギニューのヒットポイントが、チャオズがダメージ受けてたからギニューのヒットポイントも下がってる。でね、入れ替わったチャオズはギニューの姿になってヒットポイントがね10になっちゃうんですよ。瀕死の状態になっちゃうんですよ。で、まずとりあえずね、このチャオズを殺します。よし、ここまでがギニューを仲間にするための条件ですね。誰か一人をボディチェンジで入れ替えさせてそいつを死なすと。なのでね、ご飯とかじゃダメなんですよ。ご飯が死ぬとゲームオーバーになっちゃうんで。だからご飯以外のキャラクターをギニューより上の戦闘力にしとく必要があったのね。ベジータでもよかったんだけど、ベジータ殺しちゃうと裏ボスと戦えなくなっちゃうんで、まあ、チャオズかヤムチャかその辺が手頃かなと。よし、であとはあいつを倒すだけ。ただね、ちょっともう一回ボディチェンジとか使われたら面倒だからな。さっさと死んでくれりゃいいんだけどな。あれだな、バグカード使っちゃうか。はい、できた。すげえ気軽に作れるようになっちゃったな。よし、もうこれ使ったら倒せるかな。
必殺技とか使ってこないよな。よし。よし、じゃあご飯。お父さんの体を痛めつけなさい。またこれかよ。デンで何人死にゃいいんだよ。よし。倒した。ほんとさ、このタイミングで悟空が来るとさ、もうこいつ何のために来たんだよって話になってくるよね。来て即治療だもんね。治療するために来たのかよっていう。お父さん早く良くなってね。お前がやったんだけどね、大体。で、この後どういうイベントになるんだっけ。そっか、ドラゴンボール集めて願いを叶えるやつだね。で、ドラゴンボールがね、この、左上はなんて言うんだっけ、北西か、北西の方にある洞窟になぜかあるんですよ。まあそれを取ってこなきゃいけないんだけど、とりあえずそこまで進めます。さて、ドラゴンボールが隠されている洞窟まで来ましたけども、まあ、ギニューたちと戦った後にドラゴンボールがなぜか持ち出されているという、このゲームオリジナルの展開なんですけど、その持ち出した相手というのがね、まあフリーザ様なんですよね。いや、すっとぼけてもしょうがないから言いますけど、もちろん偽物なんですよ。なんかね、戦闘力見れないんだよね。 X ボタンを押すとブブーってなって、多分戦闘力見られちゃうと偽物ってバレるからだと思うんだけど、もうこのゲームすぐ偽物でストーリー水増しするんだから。でね、ここに来るまでの道中で雑魚戦で必殺技カードばかりを温存してきたので、もうとっとと倒しちゃいましょう。こいつはそんなに強くなくて、まあギニュー特戦隊とそんなに変わんないか、もっと弱いぐらいかな、体感的には。戦闘力見れないからよくわかんないけどね。こんなとこかな。ヤムチャも一応動かしとくか。いけ、珍しく働いたな、ギャリック砲なのに。当てろよ。漫画では結局地球での1回しか使わなかったよね。え、これ他の4人関係なくこいつだけで倒しちゃうんじゃねえの。よへえ、マジかよ。必殺技カード超もったいねえじゃん。めちゃくちゃ使っちゃったよ。まあいいや、父くれたし。鼻クソじゃねえか。何やれ。そうか、今のはコピーマンが変身した姿だったんだ。もうコピーマンの存在に慣れてきてんじゃねえか、お前らも。で、ドラゴンボールが、集まったという。うーわ、めんどくせ。うわ、これ考えてなかったわ。ふざけんじゃねえよ、マジで。マジでふざけんなよ。もうアイテム圧迫する意味ないでしょ、ドラゴンボールで。別にアイテムになくてもさ、内部で存在してることにしとけよ、それは。はい、整理しました。って言ってもまあ今のは偽フリーザが弱いっていうよりベジータが強くなりすぎたんだよね。戦闘力ギニュー隊長ぐらいあるから、そらそうなるわなっていう。あっさり倒しちゃったな。とりあえずめんどくせえけど、洞窟の出口というか入り口まで戻ります。はい、出口まで来ました。で、ここを抜けると勝手にイベントになって、まあストーリーが進むんですけど、タッカルプとポップルンがプピリットパロって言わなきゃいけないところですね。で、シェンロン呼び出せないんですけど、これいつも納得いかねえんだよね。だってナメック星人どころかさ、他でもないポルンガ自身まで共用語を使ってるのに、なんで呼び出すときだけ、ナメック語を使わなきゃいけないのかっていう。おめえ聞こえてんだろうがっていう話だよね。
で、画面が切り替わって、ここでネイルさんの登場です。まあ有名なシーンですね。漫画史上でもかなり有名なシーンじゃないでしょうか。今のアニメーション出ると大ダメージ与えるんじゃないかって期待しちゃうね。前回のあれのせいで。まあ戦闘力53万ですとフリーザが言い放つシーンですね。でネイル操作してフリーザ様と戦うんですけど、まあこれね、ただの負けイベだと思われがちなんですが、ただの負けイベじゃないんですよ。まあ、あっさりここでねネイルが負けてしまうと、漫画通りねポルンガが願いを2つしか叶えられずに、まあ、3つ目の願いを叶える直前で消滅してしまうんですが、ネイルがね6ターンだか7ターンだか以上時間を稼ぐと、ポルンガが3つ目の願い叶えてくれるんですよ、このゲームでは。なのでね、時間稼ぐためにバグカードもいっぱい用意してきたので行っちゃいましょう。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、確か15回目でね俺のやりたいことが出やすかったと思うんだよね。頼むぜ。何してんだよ、ちげえよ。そうじゃねえよネイルさん。バグカード使うと防御力硬くなっていくから、それだけでも結構やれそうだな。時間稼げるかも普通に。あ、来た、俺やりたかったのこれ。ゴゴ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 ゴ、私の戦闘力は42万です。これかなりいい勝負できるぜ。42万対53万。割と肉薄した勝負になるぜ。よーし、まあ、今のは戦闘力上がったプラスバグカードが強いからだね。ダメージ受けなかったのは。バグカードはあと1枚しかないけど。もう一回なんねえかな。私の戦闘力は420万だって言ってほしいな。あー違うだ。これ違うバージョンだ。いやでも強えな。ちょっと待って、これあれ倒しちゃわないよね、時間稼ぐどころか。あ、お反撃きた、よっしゃ。まさかこれは、画面右側になんか変なの残ってっけど、420万、最強戦士誕生。よし、でもこれどうなんだろうな。6ターン以上粘らなきゃいけないんでしょ。6ターンになる前にフリーザを殺してしまった場合はどうなんのかな。粘ったことにならないのかな。それは多分負けイベだから、これ多分フリーザ倒したとしても、フリーザに負けたことになるはずなんだよね。あ、これも X ボタン使えないんだ。敵のヒットポイントが分かんないな。何弱いカード使ってんだよ。殺しちゃったらどうすんだよ。まずいな。ちょっと、逆にすぐ殺しちゃうのもまずいような気がしてきた。あ、カードを弱くして。これなら殺さないでしょ。でも420万対53万だしな。あ、強すぎる。いいよいいよ、フリーザさん。そういう無駄な努力いいよ。嫌いじゃないよ。だが死ね。あー死んじゃう。まあ、追撃とかやめろ。ふぅ、ヒヤヒヤする。今にも殺しちゃいそうじゃねえかよ。おい、まさかこういう感じでなんかヒヤヒヤするとは思わなかったよ。弱いカード使え、弱いカード。思わぬヒヤヒヤだよ。早く殺しすぎんなよっていう。可愛がってあげなさいネイルさん。弱めのカード使うんじゃない。あーしゃ、追撃来たら完全に一発で終了だもんな。よかったぜ。これ何ターン目だっけ。
解説したくせに単数数えてなかったんだけど。でもまあ大丈夫さ、いいっすよ、嫌いじゃないよそういう無駄な努力。いいよフリーザさん。耐えろ耐えろフリーザ、耐えろ耐えろ。よし、追撃さえ来なければ大丈夫だ。あ、でもそろそろだよね、確か数えてないけど6ターンとか7ターンとかそんぐらいいってるよねきっと。これよし、もう追撃がないと安心する。よし、そろそろ殺しちゃってもいい気がしてきたな。よし、まあ、弱いカードでじわじわいたぶりますか。一応ね、確か6ターンか7ターンだったかと思うんだけど、粘ればいいターン数。ちょっと確証が持ててないのでじわじわいきましょう。まあ本来だったらね、まあ、ネイルが圧倒的に戦闘力で劣るので、まあ、カードは使えるから回復カードとかでこう粘りながら戦っていくもんなんですけど、まあでも普通はこれ初見だったら負けイブだと思って特に抵抗もせずにあっさり殺されちゃうよね。粘るって発想ないよね。力の差見せつけすぎだろさっきから。あ、そろそろいいぞ、やってしまいなさい。さよなら。ドン。あっさり当たったな。攻撃力1なのにカードの。よーし。もう横たわってるネイルが最初に画面に表示されるのはずるいだろ。いきなり横たわってんの。おかしいじゃん、戦闘力420万が。420万って第3形態ぐらいでも勝てるか怪しいぐらいじゃん。公式設定が何なのか分かんないけど、このゲームでは、なんだろう、フリーザ最終形態でも500万、600万とか、その程度だったと思うんだよね、確か。そんなになかったっけ ?400 万ぐらいだっけ。まあまあまあ。貴様時間稼ぎか。時間稼ぎどころか、ボコボコにしてたんですけど。大丈夫ですかね。己を願えるかのようなこの私だ。貴様ら下等動物なんかではない。本性を表していくシーンですね。フリーザ激怒。フリーザは激怒した。Z 戦士は無事願いを叶えられるか。走れフリーザ。でデンデに、呪文を教えてもらうと。実はナメック語で言わないと願いは叶わないんです。でベジータが疲れて寝てるので場所を移してシェンロンを呼ぶという。この辺は漫画通り。タッカルプとポップルンがプピリットパロー、出てこいシェンロン。出てこいシェンロンって言ってんじゃねえかよ。出てこいシェンロンだけでいいだろもうそれ。そしてもうポルンガが、ようやく登場と。イエーイ、強そう。ドラゴンボールを7個揃えしもだ。さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。3つだって。よし、僕たちの仲間を生き返らせて、その人をナメック星にワープさせて。迷いが全くないな。いろいろ相談しながらやっていくシーンなのに。まあゲームだからしょうがないけども、叶えられる願いはあと1つ。さあ早く言え。最後か。うん、どうしよう。おーし、来た来た来た。3つ目の願い、漫画ではない3つ目の願いですね。2つのカードのどっちかをもらえるんだけど、月と尻尾か。今さらもう大猿かはいいかな。大猿に変身するのもう見飽きたからな、すでに。ポルンガのカードください。願い叶えられたらさらばだ。ポルンガは消えていった。そういえばワープしてきたはずのピッコロさんは。そうだ、ピッコロとかいう役立たずが来たんだな。あれ、この後どうなんだっけ。あ、そうだ、漫画だとフリーザに見つかるんだよね、このタイミングで。え、あれ、あ、そっか、ごめん、この辺は
もう終盤の方はうろ覚えでさ、ストーリーも。そうだ、こっちからフリーザーを狙いに行くんだっけ。まさかやつも俺が襲ってくるとは思わんだろう。漫画とこの辺も微妙に違うんだよな。で、あ、これどこ行きゃいいんだっけ。ドラゴンレーダーももう頼りにできないしな。まあいいや、その辺はまた次回予習してからやります。今回はこの辺でセーブ。ありがとうございました。